今日は秋の陶磁器祭り期間中にペクパソンに来ております。中国茶の講習会があるらしいので今から行ってきます。お願いします。今日ですね、広東省のお茶なんですが、宝丹素っていうお茶になりますが、そのお茶の産地がこの長州市っていうところになります。もういいかなですよ。何したらすごい緊張してるんですけど、あのこういったこれ外腕というものなんですけれどもですね、ここにありまして、外腕とズシャフっていうその2つのものが大体主流であります、そしてこちらがですね、蓋のついたお茶碗で外腕ですね。ただあのウーロン茶入れる場合は緑茶と白茶と黄茶を入れる場合はですね、もうあの一般的にこの外腕で入れます。ただウーロン茶とか紅茶とか黒茶っていうのはそのズシャフで入れたらですね、すごくまろやかになるんですね、ですのでそれを使ったりをしております。今日はもう外腕の方ですね、入れさせていただこうと思っております。さっきをですねちょっと温めて、そしてまずですね、中国茶ですね、香りをですね嗅いでいただきたいなということで、香りもですね楽しんでいただいて、で香りプラス飲んでいただくっていうのがですね、まあ、中国茶の楽しみの方の一つだなということでですね、ご紹介をですねしていきたいと思います。それでこれはですね、今日のは蜜蘭香っていう蜜の蘭の香りっていうお茶になってまして、ご存知の種類がある、っていうことありますね。で普通これってシーチャって言って茶葉を洗うんですけど、ちょっとうちの先生のは洗わなくても大丈夫ですので、このまま、はい、ちょっとですね、すごく今も香りがギュッとしたお花と蜂蜜のですね香りがすごく強いお茶になってまして、色も綺麗ですね。そうですね。ちょっと早速一斉目をですね、飲んでいただきたいなと。この中指で下を支えます。これがですね、三郎風鈴という持ち方になっていまして、昔カナエってわかりますかね。煮炊きをしていた古代っていうか、三本足の。釜みたいな、それにこう似てるっていう感じで、その金江三郎風鈴、あとは龍の形にこうなんとなく似てますよと、ということで、そういう、言い方をします。大体3口ぐらいで飲んでいただいて、で香りと味をですね楽しんでいただければなと思います。色がまた少し濃くなった、色がですね、だんだんちょっと濃くなって、これ結構2煎目がですね一番美味しいんじゃないかなと思うんですよ。さっきとちょっと違ったと思いますけど、私韓国の釜山出身で、今嬉野を拠点して作陶しながら、このギャラリーの方も週1回出勤して、いろいろ韓国と日韓交流を企画したりとかしてます。今日はその、中国の茶と韓国のお粥のコラボということで、その出されたお粥なんですけれども、有田鶏の手羽元だけで鶏ガラスープを1時間以上煮込んでて、あと、もち米と米をちょっとこうブレンドしてお粥を作ってます。韓国はですね、すごくお粥をたくさん食べるって文化があって、いろんなお粥があって、その中でちょっとこうサムゲタンという料理があるんですけど、それ風にちょっとアレンジして簡単に作ってます。で上にトッピングしているのが、もうこちらにも書いてるみたいに3つのその、実ですね、この実と松の実と
かぼちゃの種の上にトッピングしてます。で味付けは塩と、まあ、少し胡椒だけでしてるシンプルな味に仕上げてますので召し上がってください。器の方なんですけれども、まあ、生地から基本、まあ、私が手作りで作ってまして、まあ、1300度以上の高い温度で焼いてる、まあ、有田焼の特徴なんですけれども、それでその3点を作ってます、うん、召し上がってください、はい、ありがとうございます。でまた先生はですね、韓国語の教室だとか、あとお料理教室もされていらっしゃるので、はい、ちょっと今平日の昼間にしてってお願いをしてたところだったんです。そうですよね、夜はちょっとくれないかなみたいな。近いうちに韓国の料理に使うタレ、コチュジャンというタレがあるんですけど、それをもう味噌の原料から作る、それと、まあ、それタレを使った料理でトッポキという餅が入ってるそれの教室と、あとまあ簡単に作れるキムチ。おかゆはね、普通のなんだっけ、コーヒーとかお茶はいつでも、うん、いつでもじゃなくて土日、土日、うんうんうん、あ、本当だ、長寿がゆが火曜日水曜日で、それでお茶が飲めるのは、うん、火曜日水曜日と土日、はい、きちんとコロナ対策をして今展示会を開催しております。ギャラリーペクパソンさんです。豊臣秀吉が連れてきた、そうそう、連れてきた佐賀県の鳥になってますね。ですね。そうそう。カササギの名前。ね。で今現在、うん、まあ、黒ね、黒でカチカラソンね、カササギみたいな感じになると、うんうん、白とピンクとグリーン3色展開してます。そうなんですね。はい。じゃあそのカチガラスみたいなものはもうなくなっちゃったんだね。そうですね、今、作途中で、見たい見たい、なかなか、そうですね、結構こう、うん、釉薬を掛け分けしないといけなくて、あ、そうか、だって白と、ね、まあ、黒っぽいのあるからね。へえ。一時期、ちょっとサンプルで作ったのはもうなくなって、うんうんうん、もうこのイベントが終わったら、うんうん、作るのね。生地はあるから、うんうん、ちょっと湯がけて焼かないといけないなと。ちょっと触ってもいいですか？どうぞ。はい、せっかくなんで。すごい。あ、気持ちいい。はい、で、すごいね。このラインがいいね。そうですね。うん、ちょっとこう置いて、まあ機能性はそんなオーナメントということで、そんな、うんうん、まあ、使ったり機能性はないかもしれないけど、うんうん、もうその空間に室内に置くだけで、ちょっとこうなんていうかな、ほっとした感じ、うんうんうん、になってます。で、その、まあ、カチガラスっていうのは韓国ではこう幸運とか幸せを呼ぶというそういう意味合いもあるので、うんうんうん、まあこれを元によってそういう気持ちになるとか、うん、もうそれこそカチカチという声が演技がいいということもあるので、うんうん、皆さん何かこうね、うん、勝ち取るとかそういうそ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 うね、の時はもうね、うんうん、置いてその気持ちを高めるということでも意味合いがあるかなと。ですね。はい、このあれもね、韓国とその日本をつなぐっていうところでは大事な役割をしてくれたから ね、 はい、そうそう、わかります。制作してみました。はい、可愛い作品でありがとうございます。今日はギャラリーペクパソンをお届けしました。はい、リサンペイと同じように韓国から来た投稿たちがたくさんいるんですけど、その中の一人でペクパソンという人がいることをご存知でしょうか。その女性投稿ペクパソンにリスペクトした有田町の皆さんが運営しているギャラリーペクパソン、ゲストハウスと一緒に隣にギャラリースペースも用意してあります。よろしければ皆さん遊びに来てくださいね。またねー。